皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、Steam で発売されているこちらのプラネットノマドズですね。こちらに挑戦していきたいと思います。ということで、こちらは2017年5月頃に、えー、発売されたアーリーアクセスタイトルですね。で、ゲームの内容は まあ、よくある宇宙もののリアルマイクラ風なやつで、えー、壊れた宇宙船がどこかわかんない謎の惑星なのかなに不時着してそこから、まあ、サバイバルしていろいろとやっていくみたいなんですがこのゲーム結構クラフトが面白そうなのでちょっと購入してみました結構マップはランダム生成っぽいですねなのでアフロマスク ワールド多分これが惑星のラディウス直径半径か分かんないけど10キロ最大で24キロってことなのかな細かく設定はできるみたいですねじゃあこの設定でとりあえずやっていきましょうちゃんとオープニングがあるんですよね2065年ディスカバーアンノンテクノロジー 謎の科学を見つけた数年後シグナルが来たこ <laughs> の謎の惑星を開拓していくってことかなリサーチで探しに行ったのかな2087年に あー、これで船が壊れて、落ちると。まあ、大体宇宙物はこういう始まりですよね。<laughs> 音がしないんですけど。無音あれさっきやった時落としたんだけど。あら、<laughs> 迫力あるシーンなのに音が出なかった <laughs>。とりあえずこれ脱出ポットですよね。 脱出ポットで、まあ逃げてきた感じですよね。で、これで、お、出た。色合いが、の、ズスカイに非常に似てますね。でも、クラヒックはかなり綺麗ですね。あ、さっきお試しでやった時と全然地形が違うから、やっぱりかなり変わるみたいですね。おー、水辺が近くにあるじゃないですか。 で一応三インョ視点もできる感じですね。で今設定はほぼ最高画質でやってるので若干重いかな。で一応左下にチュートリアルが出てくるのでこれやっていくとこうジェットパックで上がれる感じですね。<laughs> はいはいはいこんな感じで。 で左下のアイコンが、まあ、体力、スタミナ、ご飯水メーターですよね。ここら辺もよくある感じなので。で、インベントリーはスペースエンジニアに似てるな <laughs>。はい。ここら辺アイテム取っていって、これがご飯か。ご飯と水。はい。 1>, で1番から4番機4つまでホットバーはある感じで、ね、飲み物ご飯を食べろってことですね、well、はいちゃんとアナウンスがサブナチカ風にしてくれます <laughs> <laughs> はい J がなんかミッション系ですね結構いろんなミッションがあるんですよねで日本語も対応してないかそこら辺が若干 大変そうですよね。とりあえずビルドモードが B で、このエマージェンシー 3D プリンターがワークベンチみたいな感じですよね。これを 3D プリンターを、えー、ここ行ってみるか。左クリックで、はい。で、置いたら T で、マルチツール。これで地形を、 いろいろ変えたりとかできるのかなえー、こんな感じで。地形が自由に変更できるエンプリオン風ですね、ここら辺は <laughs>、えー。えで、これで、あ、これで素材を使って完成させたのかなで、C セットアップ。 ああ、名前とかを変えられるんだ。オープン。これでクラフトをしていけるんですが、で、ここに資源入れていけば、いろいろクラフトができる感じです。とりあえずキー取ってこようかな。うん、あれ。 ああ、で、バッテリーがないとダメなんで、R でリロードでいけるのかな。ああ、なるほど。あれを上にしなきゃいけないのか。お。あ、ゆっくりと。<laughs> おー、お、<laughs> すごいすごいすごい。これはあ、ここからも取っていけるんですね。あ、すごいすごいすごい。 なかなかいい感じですよね。えー、石はどこにあるんだろう。あ、石ある。あ、石あるじゃないですか。おー、このなんか、周りの環境というか、景色なかなかいいですね。あ、動物いる。あー、鉄にカーボン、シリコン。 この3種類が取れてんな。これ結構エネルギー使ってんな。あ、これまだ取れんな。おー、すごい。全部取れた。こんな感じで採取ですね。なので、このマルチツールを動かすためのバッテリーを常に確保してないといけないのかな。You have found enough resource。あー、もう OK って書いてあるな。 これも取っていくか一応。若干暗くなってきた。もう日が暮れんのこれ。とりあえずこのチュートリアルは全部クリアしちゃいたいですね。これで、ここにリソースを入れていくと、いろいろ作れる感じですね。ベーシックフレームを1個作ると。これクラフトで、ここで多分数が調整できる感じですね。 あ、音がいい。あ、できた。あ、このインベントリーの中入っちゃうんだ。インベントリー、あ、2段分。結構、いろいろあるんだな。ベーシックチュートリアル。オールディスインフォメーションエンドマッチモアヘルプは F1 から F5 でやれということで、もう終わったみたいですね。チュートリアル。<laughs> 基本的なチュートリアル終わったんで、あとはバッテリー作って、どっか行きましょうか。マップ見てみるか。 広い。<laughs> 結構広いですね。20、24キロ設定にしたけど、星まる1個いろいろ見れるのかな。アイコンがいろいろ出てますよね。あ、これで明かりもつく。これが、バイオマス。これ、バッテリーないですもんね。あ、ゲザー。取れるんだ。 あ、ダーティーウォーターが取れるんな水から。水辺から取れるんですね。おー、なんかいる。何これ。<laughs> 謎の生き物がいますね <laughs>。あ、なんか綺麗なのがある。ホタルが。何あれ。なんか良さそうですね。 とりあえず資源取りつつ。え、なんだ取れんのかなあ、取れる。シード。あー、これがご飯になるのかなこれ壊したらどうなんだろうあ、消えちゃった。<laughs> とりあえず、500メーター先のとこ行ってみるか。 敵対的な生き物もいるとは思うんですけどね。夜になっちゃうな。で結構遠いな、500メーター。乗り物がないと大変そうですね。肉食系いるんですかね。平和な星なのかな。か武器が全然、これしかないんですよね。んあー、なんか綺麗。ん 鉱石が。あ、いっぱい集まってる。あ、なんかあるぞ、ここ、いっぱい。あー、すごいすごい。なんか音楽がやばそう。あこっち来たああーあああ怒ってる怒ってる怒ってる。怒ってる怒ってる <laughs> ちょっとってやばいやばい。<laughs> ちょっと待って、危ないム。何これ。いったいっいっいった。ちょっと待って。 ダメージくる。温和な生き物じゃないんだ、あれ <laughs>。ちょっと、怪我マークが <laughs>。意外と凶暴だった <laughs>。衝撃が結構範囲広かったですね。どうしよう、これ。あ、でも体力は自動で結構回復していく感じか。なんかいる、なんかいる。なんかいますね、水の中に。

なんかいる <laughs>。やばいやばい。逃げれるかな。ああ、この音楽が鳴った時は狙われてる時なんですね <laughs>。ああ。いか、この武器が弱すぎんのかな全く倒せなかったですね。一応血は出血してたんだけどな。とりあえず一度この中で休みましょうか。 エスケープポット、耐久値1万って書いてある。スリープフォー、8時間、リフレッシュドスタミナヘルプ。イエス。<are> おーあ、すごいすごい。あ、これで寝ればいいのか、最初のうちは。眩しいで、これはなんか右クリックでやると。 なぜか壊せるんですよ、ね。ああ、取れない。意外と、荷物があれか。ここに、ああ、全然、インベントリ量が少ないんですね。これは合わさってるってことなのかなああ、もうできるんだ。ここら辺は、もう普通にいけそうですね。ああ、なるほど。こう回転も、 できるんだああなるほど適当に4マスぐらいの作りましょうかおおあ結構ずらしてできるのこれああすごいここら辺がクラフトが本当細かそうですねこの半マスというかちょっとずつずらしたりもできるっぽいですねなるほど、まあ、とりあえず4マス 基本のやつを作ってみるか。で、多分これで。アンロック。あ、アンロックされていくのか、これ、置いていくと。リソースがない。<laughs> こんな感じか。 えー、じゃあ次はこれを作れってこと。まあ、この順番に作っていけばわかるってことですよね、きっと。テストなんで適当に。おー、できましたね。ジェネレーター。えー、で、次はスイッチボード。こっから分岐ってこととりあえずつけてみるか。 スイッチ <laughs> ちょっと待って全然作り方使い方がとりあえずできたああ一気になんかできてってんな <laughs> できてきてるでタブで見るとこれがつながってないんだなあーつながった なるほど。必要なやつだとこういう風うに見れるんですね。配線はこう、自動的にやってくれる系か。ああ、これで動き始めてる。残り23時間。ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。今まで電力使うやつじゃなかったってことか。こスイッチボードはスイッチですよね。これでオンオフができるのはわかるんですけど、これを、 電力を取ってきたい場合はどうすんだあーあー、なるほど。これから、ああ、わかったかも。これから、こういうことか。あーあー、なるほど。タコ足配線しろってことなのか、ここから。これを一度かませて、センサーああ、なるほど。ようやく理解できた。 ああ、これでいいのか。これで、窓のやつつけてみるか。ああ、こんぐらい大きいんだ。なんか微妙なサイズになりそうですけどね。ハンマスってことか。これがドアですね。もう一個窓ガラスにするか。ああ、なるほど。とりあえず仮組みができるから、間違えたら外せばオッケーですね。 はい。おー、あ、良さそう良さそう。これで、はいはいはい。ん ?U、ジェットパックプレス。U to turn hover m o d ユなん、you. んあーあ、押したままで切んのこれ。これ最初に教えてほしかった <laughs>。維持、維持するモードがあった。ジェットパックイン。 なんで最初に教えてくれないのおー、できたできた。おおあ、いいですね。あ、開いた開いた。こういう感じか。お、かっこいいじゃないですか。なかなか動きはいいぞ。このドアの動き。それで、ライト。ん これもスイッチあこれもつなげなきゃいけないの <laughs> めんどくさえこれもつなげるんだあついついた暗ら。<laughs> あこれつけなきゃいけないの全部一個一個オートマチックモードがある ああ、なるほど。ああ、これでつくんだ。なるほどですね。あ、そうか、これ電源いってないから手動ってことか。そういうことか。ジェネレーターのワット数はまだまだ110ワットですね。かなり経済的、<laughs> 省エネですね。ああ、やっぱこれも必要みたいですね。 ということじゃないのあ開いた開いた開いたそういうことだこれで自動ドアになるんだなるほどとにかくこの電源を全部スイッチからつなげないと使い物にならないんだな